どうも皆さんこんにちは、カイカイです。丸々すると PS5 が壊れますっていう記事というか動画というか、そういったものが最近ちょっと話題になっているようで、 PS5 液体金属って、YouTube で検索してやると、まあ自分の液体金属の動画とかと一緒に別の方の動画が上がってきます。じゃあ果たしてこの話実際信憑性はあるのかとか、そういったことについて話していこうと思うんですけども、先に言っときます、話題に上がってるほど重大な問題というか一大事ではありません。もちろんこの問題によって少なからず破損する PS5 が存在するのは決して良いことではないんですけども、他のハードウェア問題などと比べるとそこまで大きなものではないはずですが、そんなことそれ単体で言ってもしょうがないんで、もうちょい説明していきましょう。でまず今回の問題が何なのかっていうと、もともとね、そういった記事とか動画とかの、ソースを確認するとこういった感じで、ヒュッシュって辿っていて、このツイートにたどり着きますので、このツイートね出しましょうか。でこの画像を見ればわかる説明しますここね、 PS5 は液体金属を使って冷却しております。その理由っていうのが、液体金属が他の、熱伝導のペーストなどよりも熱伝導効率がいいおかげで、冷却をもっと最適化することができる、より小さな冷却装置で PS5 のチップを冷却することができるっていうねメリットが存在します。もちろん他のペーストなどよりは高価なものではあるんですけども、その分冷却装置のアルミとか銅を削ることができるので、結果的にはコスト削減につながる、小型化にもつながるということになっております。でもともとこれが過去の PS3 とか PS2 とか PS4 とかそういったものに使用されていない理由なんですけども、この液体金属が漏れ出してしまうと、当然液体金属ですので熱伝導性があります。でこういった回路基板上のこの辺の間に付着した場合は、この2つの、回路がまあショートしてしまうことになって、当然決して良いことにはならないということで、かつこの辺のね小さなパーツについても、この辺についてしまうと、ショートしてなんかキャパシタが爆発とかね、そういった問題が発生してしまう可能性もあると思います。まあ起動してないだけならいいんですけども、これが発火とかしてしまうと結構やばいっていうことになっておりますので、液体金属漏れ出てしまう時のリスクが大きすぎるので、かつてのコンソールには使われていなかったんですけども、 PS5 にあたってはソニーの R&D 開発、リソースの、まあ、それを割り振ることによって、こういった、フォームクッションを置くことによって液体金属が漏れ出してしまうことを、止めることに成功しました。なので PS5 で初めて実用化に至りましたので、これを利用して、この技術を利用して PS5 には液体金属を使うことができましたということになっております。ということで液体金属を使うデメリットとメリットがそんな感じですよね。で今回の問題が、そのデメリットがまさに出てきてしまったという感じで、この液体金属が外部に漏れてしまって、これによって PS5 が起動しないような事態が発生してしまっている場合がある、そういったことになっているようです。でさらに別の記事を見ていって、これがもう大元の動画というか、情報の一つなんですけども、こちらの方が、YouTube 上で投稿したんだっけな、この人が、PS5 の修理屋さんをやっている方、まあもちろん他の機器も修理していると思いますけども、とにかく修理屋さんをやっている方で、これが開けてみると液体金属が漏れ出しているような事態があったと。で先ほどの画像だと液体金属実際そこまで漏れてないんですけども、例えばこっちの画像だとこうやってがっつり垂れていて、いろんな場所に広がってしまっているのが確認できますので、これについては、文句なしの大問題です。これが、まあ、例えば幅広くいろんな PS5 にこれが発生してしまっているようなことがあれば、それは最悪の事態だと言えると思います。ただそこには重要な前提条件があって、これが幅広く発生しているのであればってことなんですよね。で実際幅広く発生しているのかってことなんですけども、実際こういった問題の発生を報告しているのは、2人の修理屋さんのみです。それ以外からは一切このような報告は上がっておりません。で、こちらの方によると、長い間、こう、販売されずに保管されていた PS5、まあ、転売ヤーが持っていたとかなんとかだろうとは思うんですけども、そういった長らく保管されていた PS5、一度も起動されていなかった PS5 でも、このような問題が発生しているのを確認したと言っておりますので、まあ、例えば、使用中に何かすることによってこれが発生してしまうということではなく、単純に、
縦置きしていると発生してしまう場合があるのような問題のようです。そう、縦置きすると発生するけど横置きすると発生しないっていうのが結構言われているみたい でそれがこういった、移動してしまった液体金属が垂れてしまう。で、垂れるためにはもちろん重力で引っ張られる必要があるっていうことなんですけども、じゃあこの辺からこの問題が実はそこまで大きなものではないだろうなっていうことを話していこうと思うんですけども、皆さんこの流れは予想できたんじゃないかと思うんですけども、まずこの問題を報告しているのが2箇所しかないと。で、それぞれが、それぞれっていうかこちらは分かんないんですけども、少なくともこっちの方については、何件かの事例を確認しているようですが、それにしても2箇所でしか発生していないと。もうちょい幅広く発生しているのであれば、確かにいろんな PS5 がこの問題の影響を受けているかもしれないと言えるかもしれないんですけども、現時点ではそれを言うにはちょっと足りないと。でもちろんこういった問題が少なからず発生しているのは良くないことなんですけども、発生条件っていうのもある程度割り出されております。自分が話した内容、先ほど話した通り、もともとピピこれのピピピピじゃねえもともとこれの実用に至ったのは、こういったこのフォームクッションを使って液体金属が漏れ出すことを防ぐための特許を PS5 というかソニーが取ることができたことによります。で、この特許があるおかげでしっかりとこの液体金属の流出を防ぐことができて安全に使用できるようなことになっているようですが、こちらの方がこちらの方が解説するには、このクッションがずれたりしてしまっているとこの液体金属が漏れ出す可能性があるということで、じゃあこれがずれるには何が発生する必要があるのかっていうと、まず可能性1、製造ライン上での不備があった。で、その2、輸送中にめちゃくちゃガタゴトしてしまって、それによってずれてしまった。この辺だと思いますが、可能性3が誰かがパカッて開いてちょっとずらしたなんですけど、それはまずないと思いますんで、ここでは考えないものともちろんしますが、製造ライン上で発生した不備の場合、これが大量に発生している場合は製造ラインの見直しが必要になりますけども、この辺は、なんていうのかな、他の問題以下じゃないですかね。例えば輸送中にガタゴトしすぎてこれがずれてしまったっていう問題についても、じゃあ輸送中にガタゴトしすぎてこれがずれるのか、それとも他のやつがずれて起動不備になるのかっていう違いっていうかはもう可能性の話でしかないと。で、もう一個言いたい。どこだとか、ソニー側の大きな設計上の欠陥によりっていうのがね、結構直訳として利用されております。その訳が間違ってるというつもりもないんですけども、設計上の欠陥っていうか、縦置きしたとき、ここで言われてるのが、縦置きにすると液体金属が漏れてしまうことが設計上の欠陥というふうに言われているんですけども、縦置きしただけじゃ漏れないんですよ。縦置きしてかつあのパッドがずれたら漏れるんですよ。それ設計上の欠陥じゃなくて輸送の欠陥か製造ラインの欠陥のどっちかです。設計上の欠陥じゃありません。それは電源ユニット内のキャパシタとかいろいろありますよね。基板上のキャパシタとかいろいろありますけど、キャパシタっていうと電源ユニットが一番わかりやすいと思う。電源ユニット内のキャパシタが爆発したらPS5 起動しませんっていうのを設計上の欠陥では言いませんよね。それは製造ライン上で何か問題が発生したとか、輸送中に衝撃が加わってしまったとか、そういう話ですよね。設計上の欠陥やないです。で、これでソニーからの公式声明として、自分たちの設計上の理由によりこのパッドがずれやすいような状態になってしまっておりましたっていう風な話になれば、もちろん設計上の欠陥だと自分も認識しようと思いますが、現時点で出てきている情報を見る限り、そういったことを結論付けるには全くもって足りないと思っておりますし、不安だし、どの道横置きするようなスペースあるから念のため横置きしておくっていうのは別に全然やっていいことだと思いますけども、こういった問題が自分に発生するのをガチめに心配して、ちょっとなんか今まで縦置きしてたけ縦あの横置きするスペースがなくて縦置きにしてたけど、これだけのためにわざわざテレビの周辺を模様替えしてこれで横置きにしましたみたいなことをやる必要は全くもってないはずですので、そこはもうぜひともご安心ください。もうね、いろいろと今回この話が出てきて、さまざまな場所で話題にされているようですが、話題にされているほどの問題では
ありません。まあ、ありませんというか、現時点で出てきている情報をもとに考えると、そんなでかい話題になるほどの問題だと言えません。これからまたね、事例がいっぱい出てくればまた話は変わってくるかもしれませんけども、あのこちらの記事とかさ、スイッチのジョイコン並みにデリケートな話題になる可能性があるみたいなこと言ってるんですけども、スイッチのジョイコンの問題は様々な場所から同時にそういう報告が上がって、もうほぼすべては言い過ぎか、かなり多くのスイッチがプレイヤーがまあ乱暴にしたとかを抜きにして結構頻繁に発生してしまっているっていう風な話だったんですよ。今回の話はこのパッドがたまにずれて、でそいつを縦置きにするとたまに漏れるっていう風な話なので、ジョイコンの問題とは全くもって別物です。なんか全くもって別物とか全くもって心配しなくていいとかちょっと言い過ぎてる気がするので、この辺で締めましょうか。まあまた何かアップデートがあればこのチャンネルで報告させていただこうと思うんですけども、自分的には多分話題がある程度収まったらもうこういう話は全く出てこないんじゃないかと思います。皆さんどう思うかぜひコメントの方で教えてください。でまた新しい報告上がればこのチャンネルで紹介するので、見逃さないようにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では楽しんでいただけたら高評価の方もしていただけると助かるのですが、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。